実際、まあ今日、選挙の日だったりして、まあその、まあ投票ね、まあしたい人、したくない人、まあいろいろいると思うけど、あまあそれが、まあそれで、その、権力の座についてしまった人、みたいなやつっていうのは、実際は、その、なんか責任取るわけじゃないし、うん、まあでもそんなやつら死んだらええのにな。そういうことです。まあ権力だったり、まあ資本主義、まあ独裁資本主義みたいな社会の中で、歪められていく、歴史だったりとか、まあでもそういうのって、まあ例えば、まあ日本っていうのはめちゃめちゃ侵略国だったりするんだけど、なんか被害者みたいな感じに思ってたりとか、まあでも、いや実際いろんななんか歴史ちゃんと触れたらわかるような話なんだけど、もうこういうのとかもまあ、まあ破壊されちゃうんだよね。まあなんか、そういう、破壊されちゃった歴史、ファックアップ。